こんにちは、みんな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今から、オムライスを食べます。今日めっちゃいい匂いする。秀公園終わったよ。なんかめっちゃね、斜めやからこうしたい。 OK。 はい、めっちゃ嫌や。何これ、ほんまに。おう、いい感じや。めっちゃいい匂いするけど、え、待って、めっちゃ美味しそう。やばい、あれだ、オムライス、オムライチョ、オムライチョ、オムライチョ。いただきます。美味しそうでしょう。みんなは食べましたか、昼ごはん。今日18期はカスミンだけですか。カスミンだけです。寂しい。そうなの、一人だけなの。ラボールありがとう。うん、夜公園行く、楽しみ。うん、大丈夫。私が来た。私が来た。ホテイさん来た。ホテイオールマイトモカ。バイバイ。はよはよ。フルスウルトラかわいい。今かわいい。今ヒロアカにハマってるデイモカです。次は君だ。次は君だ。確かにこの画面。じゃあ私の髪の毛あげます、うん、食べてください。かわいい、かわいい。ヒロアカ、ヒロアカ完結。なんかさ、カズミンの携帯ちょうどコメント来るとこなんか画面を割れてて見づらい。私マジですぐ落としちゃうんですよ。え、だから落とす、なんかさ、丸い割れ方してない、なんか丸く割れてるよ。いや、なんかここだけ割れたんです、ピンポイントで。変なの。え、持ってる。話持ってる。盛る必要ないのに。今日夜どうします？ MC。 え、MC 盛ります？いや、盛らなくてもあるし、うん、楽しみに期待だ。夜公演来るって人いまして。嘘、本当です。カスミンに期待しとこう。あ、プルスウルトラ
ヴィランだ、ヴィランヴィラン来たヴィラン来たチューチューしてるもんだってほらトガちゃんチューチューしてるトガです、トガです。でも平田さんトガちゃん似合いそう。誰、ね、トガ卑弥呼、トガちゃん、なんで止まってるの。ケーブレグです。ご飯いる、ここに。ご飯、え、食べないんですか。ご飯じゃ食べてくる、バイバイ。怖い。おでこ映った、おでこ映った。スタバ何がおすすめですか。今はホワイトモカ。え、冷たいやつ。そう、飲んだことないです。え、冷たいね。え、苦いですか。全然苦くないよ。苦くないんだ。で、今度飲んでみますね。めっちゃ甘い。飲んで。え、これ何時間。マカロン。そう、どこでしょうかな。え、平田さんもするんですか。え、平田さんもするらしいですよ、皆さん。オムライス食べます。美味しい。みんな食べた？うん。あ、そう。18期いないから、私さ、18期いない公演さ、2回目です。もしかしたらさ、ふだれんさ、今日最後かもしれないね。わかんないけど。最近嬉しかったこと？なんだろう。
3日前誕生日でした。おめでとう。私はあ、そう、え、3日前って何日だ、 9? 私のお兄ちゃんとお誕生日一緒ですね。おめでとう。さっきの MC は持ってしまいしていますか。持ってません。私がさ、なんか話したらさ、全部さ持ってるみたいになる。いや、この前、うん、初めて劇場公演に行きました。めっちゃ可愛かった。初めて、ありがとう、嬉しい、可愛いって言ってくれて。私は6月誕生日です。もう過ぎた。え、リアルとしたらマジでね、でも本当に怖いから気をつける、マジで。みんなも気をつけてね。でもなんか、あの、紐切れたって言ったじゃん。逆になんか書いてあったんだけど、なんかミサンガみたいな感じで、その切れることは逆にいいみたいな。もしかしたらいいことが起きるかもしれない。それを楽しみにしてる。そう、願いが叶ったのかもしれない。わからないですけど。テレビ収録とか緊張しないタイプ？めっちゃ緊張するよ。もうバクバク。バクバク。最近ね、めっちゃ目が乾燥するんだよね。そう、あの、目が乾燥して、いや、お腹にさ、もうご飯食べたらさ眠くなっちゃう。眠い。やっぱり疲れる？疲れない。寝たらさ、これさ切られるよね、勝手にね。
ね、切られちゃうから。お、ミラーボールありがとう。劇場は暑くないですか？暑くない。でも、踊ってる時は暑い。なんかめっちゃこの客席暑いって聞いたよ。お立ち台のあたりめっちゃ暑いです。気をつけてね。でもなんかさ、最近さ、その体調が悪くなってさ抜けちゃう方とかもいるから、本当に気をつけてほしい。気をつけてね。ね、エアコンどうなんですかね。そうだ、明日も公演だし、その次の日も公演だし、あ、その次の日は公演じゃなくて、その次の次の日が公演で、その次の次が何でしたっけ愛知です。イエーイ。愛知楽しみ。地元大分帰れないですね多分。お盆明日からですか？早いね。愛知は何食べる？味噌カツ、きしめん食べたいですね。帰れないし帰らないです。味噌カツ、味噌カツ、ひつま、ひつまぶしってさ、うなぎだよね。名古屋のイメージはシャチホコ。アナゴ？ひつま、暇つぶし？ひつまぶし？手羽先？きしめんが食べたい。赤味噌？いいですね。織田信長？ういろ？ういろってさ、山口県じゃない？イメージそう。私でもね、名古屋行ったことある。ちょっとだけだけど、一日行ったことある。名古屋楽しみ。ストリもね、もう決まってますから。言っちゃいそうになるけど言わない。マジでネタバレしちゃう私。
ご飯食べないの。もうね、お腹いっぱい。後で食べる。可愛い系？どうだろう。わかんない。私って感じ。自分で言うのもあれだけど。ロンカスチャンス？さあ。でももうやりましたからね、ロンカス。重い女の子って感じ？私重くないですよ。やめてください。持ってる曲って何？持ってないです。でもなんかめっちゃ怒るかもみんな。そのマジかよみたいな。ここでするみたいな怒るかももしかしたら。SKE 曲どうだろうね。でも大阪でさ、ナンバーえとかさ、あのナンバーの曲できて嬉しかった。配信あるけどなんか登録しないと多分見れなかった気がする。なのでぜひ皆さん登録してください。レバ抜き愛ねえ、私がさ、あのレバ抜き愛みたいなダンス曲する人さ、あするってさ思ってる人少なかったと思うから。でもあの服着たかったんだよね。でもレバ抜き愛さいつかやってみたかったから嬉しい。エヴァン抜き愛かっこよかったよ。ありがとう。かっこいい系もかわいい系もやりたい。どっちもできる人になりたいです。うん、こんにちは。久しぶりのラップタイム。いいですよね。愛知のユニットを知った時の一言目。おおおおとか感じ。マジかよ。でもいいのかなみたいな、逆にえこのメンバーでいいんですかみたいな感じ。え、黒髪少女いいよね。でもさ、もう今はさ絶滅金髪少女じゃない。今はもう金髪の方の方が少ない。天使の尻尾やりたい。かわいいよね。風船を置きたい。ねえ、いつか絶滅金髪少女が出ることを祈ります。祈るのおかしいか。ジッパー、まあジッパー
うん、私金髪、私はないけど、どう金髪、私絶対似合うと思うよ。金髪にしてもいい？ね、え、虫歯でやりたい。え、いい？ありがとう。ピンク、まあ、ピンクも要検討で。でも多分わかんない、染めるかな、染めないと思う、まあ、いつか染めたいけど。ね、私マジショートね、私めっちゃ髪の毛切りたいの、このぐらい。ショートね、まあ私何でも似合うんじゃない。小さい頃はショートだった。いや私さ、一回もこの長さにしたことない。もうずっと腰ぐらいまであって、で初めてこのぐらい短くした。もうずっとラプンツェルになるのが夢だったの。そう、ラプンツェルが夢で、夢でした。多分さ、あとやばい、いっぱいいっぱいだからさ、とりあえずランキング読みます。13位かけかけこばさん、ありがとうございます。12位あおさん、ありがとうございます。11位もっちーさん、ありがとうございます。10位エルマパさん、ありがとうございます。9位ユリアピースさん、ありがとうございます。1位18期神吉さん、ね、ちょっと待って、充電器持ってくるかな。充電器持ってきますわ。オッケー。何位まで読んだっけ、何位まで読んだっけ。忘れちゃった。9位、9位ユリアピースさん、ありがとうございます。え、なんか合ってるかな。8位18期神吉さん、ありがとうございます。7位林道さん、ありがとうございます。6位ゆきおさん、ありがとうございます。5位コスモさん、ありがとうございます。4位荻原さん、ありがとうございます。3位クレイフさん、ありがとうございます。2位カズカスミのスミテンテンさん、ありがとうございます。あ、1位トシちゃんさんってこと。まだ今何時ぐらいだろう、わかんない。今何時、みんなに聞く。19？ ちょっとあと1時間ぐらいか、開演まで。じゃあ頑張ります。夜公演も夜公演も頑張ります。何するんですか皆さんは。寝る、お仕事頑張って、応援してる。大阪ファンミ行ってんの、すごいいいな。
仕事頑張ってね、みんな。寝る人は楽しんで。いや、ミックス最高じゃん。ね、待ってます。私のところまで届けてください。お、VR で見るね。ありがとう。ありがとうございます。公演楽しみます。じゃあ、切るね。バイバーイ。ありがとう。